中学校は小学校と同じ校舎の中にあって、みんな家族みたいです。わしの名前は右田そよ。あんたと同じ中学2年生です。大沢ひろみくん、中学2年生じゃ。大沢っす。はあ、イケメンさんじゃん。言葉は三角で。今後かね、東京から気に去った田村のじっちゃんの孫いうの。もうさっちゃんしっこは。手よく洗った。おしっこ臭いデザートって嫌じゃん。ああ、俺こっち。お化けみたい。なんでこっちの道来たかっつうと、二人っきりになれっかなと思ってさ。言葉は三角で。彼女？あんたのところの息子とうちのことは付き合いさせんぞ。何の話？お父ちゃんが浮気しとるよ話。たまにはええよ。やったー、東京だって。修学旅行？俺さ、東京の高校受けっかも。もうすぐ消えてなくなるかもしれんと思うや、些細なことが急に輝いて見えてきてしまう。天然コケッコー。耳澄ましてみんさい。これ山の音がゴーゴー聞こえるけ。ほんとじゃ、ゴーゴー言うでかっちゃん。